ステロイド外用薬は、ステロイド系抗炎症薬の軟抗剤であり、皮膚外用治療で一般的に使われる医薬品である。薬効成分として、糖質コルチコイドあるいはその誘導体が使用されている。アメリカでは7段階、日本では5段階の強さに分けられる。湿疹や虫刺されなどに使われる。心筋やウイルス性の感染症には近忌であり、悪化させる。 アトピー性皮膚炎に対し、1日2回以上使用しても、副作用リスクのみが上がる。効力に関わらず2から4週間以上は、使用すべきではなく、病変の悪化あるいは変化なしでは中止する必要がある。長期に連用すると、細胞数は減少し、角質層は薄くなり、トフブリの色素が脱出することがある。顔への長期的な使用では、ステロイド誘発性主作用皮膚炎になることがあり、 使用を中止すると炎症がさらに反調するため使用を中止しにくい。1952年にハイドロコルチゾンが登場。日本でも翌年発売された。効力を高めたり、副作用を減らす目的で、ハロゲン化、メチル化、アセチル化、エステル化など、科学的な就職が行われてきたが、理想的なステロイド外用薬はまだ存在していない。1970年代には、 外用薬による副作用が問題視され、1980年代にかけて調査された。1980年代までには、ステロイド外用薬の連用による皮膚の萎縮、酒作用、皮膚炎、雑草様皮疹のような副作用が知られるようになり、こうした副作用の少ない非ステロイド性抗炎症薬の開発に期待が集まりイブプルフェンピコノールのような外用薬も登場した。 白血球の郵送を阻止したり、ヒスタミン基忍などの炎症性ペプチド抑制や、繊維目細胞増殖抑制など、数多くの作用によって、皮膚の炎症を抑える効果がある。材形には、軟膏、クリーム、ローション、テープ、ゾルなどの材形があり、アトピーなどの乾燥性疾患では、基本的に軟膏を選択する。フィンガーチップユニットが、成人の手のひら2枚分。 代表面積の2%に相当することから、日本でもこれを指標に用いる、5g チューブ1本で手のサイズ20枚分となる、ステロイド外用薬の一例ストロンゲストに属する、ジフラール外用剤の強さにはランクがあり、5群に分けられ、症状の度合い、炎症の発生部位によって使い分けられる。米国のガイドラインでは、強い順に1群から7群までの7段階に、 ヨーロッパのガイドラインでは4段階になっており、海外の臨床試験を参考にする場合分類の違いに注意。以下はアトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018年版の分類。括弧内は商品名ストロンゲストベリーストロングストロングミディアムウィーク。湿疹、皮膚炎群すべてのランキング群において適応となる疾患群である。この群に包括されるのは急性湿疹。 慢性失神、接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、死老性皮膚炎、貨幣状失神、自家観察性皮膚炎、皮脂欠防性失神、進行性死傷核皮症、女子顔面黒皮症、ビダール体腺、放射線皮膚炎、日光皮膚炎である。アトピー性皮膚炎については、副作用も参照。重症では、症状に応じて寛解させた後、タクロリムスの使用へ移行する。 脂老性皮膚炎については、イミダゾール系更新菌薬の概要も用いられる。放射線皮膚炎については、特に急性放射線皮膚炎について、ステロイド概要の有用性について議論がなされている。一般には熱症に準じた治療が行われる。また、慢性放射線皮膚炎については適応とはならず、有極細胞癌の発症を厳重に監視する、必要がある、全身性接触性皮膚炎や、 重症の自家感染性皮膚炎など、外用剤で炎症を抑制できない場合は内服のステロイド剤が使用されるが、その使用は短期間に止められる。用心群、虫刺さされジンマシンでは、一般にステロイド外用薬は推奨されず、第二世代抗ヒスタミン薬が使われる。この群に包括される疾患は、急性腰心、アキ性単純性腰心、慢性腰心がある。 南地製の固定人マシンには注射用ステロイド剤も用いられる。死傷分への対処、コーヒースタミン外用薬や、ヒドロコルチゾンクリームなどのステロイド外用薬の塗布後半症ストロングクラス以上において適応となる疾患群である。この群に包括される疾患は、多形神出性後半、ダリエ遠心性感情後半、遠心性急神状後半である。 喫相酸ベタメタゾン難膏には、結節性抗反の適応症もあるが、通常は、ステロイド外用剤の適応とはならない。結節性抗反では、一般に安静と、非ステロイド系抗炎症剤や感染源の除去であり、重症例に対してのみ、ステロイド剤の内服が行われる。薬診、中毒診固定薬診、失疹型薬診、対戦型薬診などの軽症例に使用されるが、 大抵は、ステロイド剤の内服が行われる。治療の第一は、原因薬剤の同定と中止である。粘膜を犯す症例では、高校用難膏の使用も行われる。抗皮症ストロングクラス以上で適用となる、疾患群である。失神属発性抗皮症、各種疾患属発性抗皮症、対戦状属発性抗皮症、抗皮症型薬疹、主要属発性抗皮症が対象となる。 感染性交皮症については、ステロイドの外用を行わず活性型ビタミン D3、軟膏やレチノイド、あるいはシクロスポリンの投与が主体となる、炎症性核化症マイルドクラス以上で適応となる、疾患群である。感染、扁平体染、光沢体染、毛穴性硬色シーナヌカシン、ジベルバラ色シーナヌカシンが対象であり、保険適応外ではあるが類感染。 戦場対戦も適応疾患である。感染についてはかつて密封法が行われていたが、現在ではより強いクラスのステロイドが曖昧剤を単純と察する方法が行われる。ただし長期連用によって、濃厚性感染や感染性高皮症といった重症型感染を誘発するという報告があるため、注意が必要である。 ただし、脳法性感染の概要療法の一つとして、ステロイド概要が行われるケースもある。類感染については、局面上類感染や、対線上類感染、池類感染が、アクセリンパッシュの一つである、近所域肉症の専具段階であることから、概要を行いつつ、皮膚科専門医による厳重な観察が必要となる。毛穴性硬色シーナヌカシン、ジベルバライロシーナヌカシンについては、 自然治癒傾向が強いため、あまり積極的には使われない。従って、積極的に使用されるのは扁平対戦が主となる。抗原病とその類症対象となるのは、エリテマトーデスのうち皮膚に原曲する、万性円盤状エリテマトーデスである。また、保険適用外ではあるが、急性皮膚エリテマトーデスや、闘争状狼層、原曲性教皮症も、適用となる。 全身性エリテマトーデスの皮膚症状や皮膚筋炎のヘリオトロープシンはステロイド内服の対象である。水泡症、脳泡症ストロングクラス以上で適応となる。疾患群であるが、脳泡症のうち手のひら足裏脳泡症についてはすべてのクラスで適応となる。対象となる疾患は、甘根胞臓、類天ジューリング方針上皮膚炎、手のひら足裏脳泡症、 家族性両性慢性転房層であり、適応外ではあるが、妊娠性方針、軽流性子単皮膚炎、抗酸球性脳胞性毛脳炎、方針上のおしんにも使用される。アマネ方層群は、重症の自己免疫疾患であるため治療の主体は、ステロイド内服であり、軽症例には、ミノサイクリンとニコチン酸アミドの併用療法が、行われる。類転傍層においても同様であり、 ステロイド外用が行われるのは、軽症の後半性転防層や、妊娠性方針などに限定される、重リング方針上皮膚炎では、DDS の内服が貯行を示すため、現在では、ステロイド外用剤の出番は少ない。方針上のおかしんでは、重症例で死亡する、危険性もあるため、死体は、ステロイド内服となる、死半病。 各半症ベリーストロングクラス以上で適用となる疾患群である。通常市販病は全身管理が必要なことが多く、ステロイド外用の適用になることはないが、例外として特発性色素性市販が適用となる。原因不明であるが、出血性素因がなく慢性出血性炎症を伴う特発性色素性市販には、マヨッキー血管拡張性感情市販、シャンバーグ病、 死犯性色素性対戦上皮膚炎、黄色対戦及び相養性死犯があるが、保険適用となるのは全産疾患である。ただしすべての疾患に有効性がある。色素異常症の内尋常性白斑については、反発型が自己免疫疾患であり、免疫抑制を目的に、ステロイド外用を行う。類症である炎症性変炎粒気性白斑や殺ン炎心性。 高天性白藩にも適応外ではあるが有効性がある。主要性疾患ベリーストロングクラス以上で適応となる疾患である。対象となる疾患は、悪性リンパ腫の一つ皮膚 T 細胞リンパ腫である、筋状域肉症とセザリー症候群である。筋状域肉症については、初期段階である、後半期や次段階の変平浸順期が適応となる。また、戦後症状である。 類感染や無賃沈着性脱毛症にも使用されるが、一時的に進行を遅らせる程度であり、主要期や内臓浸潤期への進行をストップさせるわけではない。必酸ベタメタゾンローションには適用として、進行性エソ性鼻炎があるが、これは現在では NK 細胞性リンパ種に分類されており、当初から強力な多剤併用化学療法を行うため、ステロイド外用剤の適用にはならない。 肉が主症、代謝以上ベリーストロングクラス以上で適応となる疾患群である。対象となる疾患は、皮膚サルコイドーシス、皮膚アミロイドーシス、感情肉が主である。皮膚サルコイドーシスについては、あらゆる病変について適応となる。またサルコイドーシスに伴う血節性抗換にも適応である。皮膚アミロイドーシスについては、相用の強いアミロイド対戦や、 感情アミロイドーシスが適用となるベリーストロング以上の単純塗殺や密封法が特に有効と言われている感情肉芽種にも有効性が高いが生検を実施しただけで治癒したり無治療でも自然招待するケースも多いことから経過観察のみ行われるケースもある円形脱毛症ストロングクラス以上で適用となる疾患である通常型では カルプロニウム液が使用されることが多いが、いわゆる悪性型と呼ばれる反発型や前頭型では、ローションタイプが主に使用される。難治性円形脱毛症になると、ステロイド剤の局所注射やプーバ両方、局所免疫両方、抗うつ薬が併用される。有効性が確認されているのは、少数の状況であり、合理的な科学的証拠がある場合にのみ、ステロイドを使用することが、 合理的である。有害なリスクを避けるためにこのことは重要であり、よくわからない症状だとか、他の薬が効いていないという利用で処方したいという、誘惑に対して強く抵抗すべきである。ステロイドを処方すれば、次回の診断が困難となることも、ある一方、誘惑にかられた処方を控えて正しい適応症を判断できれば、必要に応じたステロイドの強さの選択も可能となる。 効力の強いステロイドは、重症や足の裏といった皮膚が厚い場合に用いられ、長期的な使用や顔や首、子供などでは弱いステロイドが安全であり、効力に関わらず2から4週間以上は使用すべきではなく、病変の悪化あるいは変化なしでは中止する必要がある。強いステロイドでは2週間までとし、その後少しずつ前言して減らしていく。アトピー性皮膚炎では、 一日一回と一日二回の使用では差がないとするシステマティックレビューがある。2004年には英国国立医療技術評価機構ナイスはアトピー性皮膚炎に対し一日二回以上塗布しても追加の効果はないが副作用の頻度が多くなるため一日一回の使用を指導している。日本の2018年のアトピー性皮膚炎のガイドラインでは悪化した時に二回。 落ち着いてきたら一回としている。ステロイド皮膚症及び、ステロイド外用薬離脱も、参照左、ステロイド主宰の症状。右、完治後、心筋やウイルス性の感染症には近忌であり、添付文書の警告枠に記載されている。心筋感染症にステロイドを使うと、より赤く、痒くなり、広範囲に広がる。強いステロイド外用薬では、副腎機能の抑制が起こることがある。つまり、 皮膚から十分な量で吸収されると全身的な副作用を起こすことがあり、緑内障、高血糖、高血圧が生じることがある。部分的に皮膚の萎縮、毛細血管の拡張、ステロイド座礁、牛ろ甲、多毛が生じることがあるが、多くの場合には使用頻度を減らすことによって軽減する一時的な症状である。長期間にわたり顔に使用することで、酒作用、 皮膚炎となることがあり、急激に中止すると悪化することがある。吸収率の高い部位、頬、頭、首、陰部では長期連用しないよう注意し、顔ではミディアム以下を使う。寛解を達成したら、中止時は少しずつ中止する。皮膚萎縮は最も一般的で、使用から3日から14日で明らかになるが、表皮は薄くなり、代謝が低下する。このために習慣を限度とするのは、 合理的である。長期に連用すると、細胞数は減少し、角質層は薄くなり、トフブリの色素が脱出することがある。顔への長期的な使用では、ステロイド誘発性主作用皮膚炎になることがあり、使用を中止すると炎症がさらに反調するため使用を継続してしまう。ステロイド外用薬離脱は薬を中止することで起こることがあり、最も特徴的な利患層は、 長期的に頻繁にステロイド外用薬を顔や陰部に使用した場合でおよそほとんどが中等度から高い効力のステロイドを使っていた。アトピー性皮膚炎や接触性皮膚炎では男女差はあまりない。ステロイド外用薬による接触性皮膚炎は0.2から6%の範囲で起こる。2004年に厚生労働省は無人海薬品として販売されたステロイド入りの クリームによってリバウンドを起こす可能性があると注意喚起した。その後も化粧品に混ぜる業者が現れ、実際にこれを使った被害者が急に治るが、まぁ、あ、置くと逆にひどくなる症状を訴えている。医師免許を所持している医師がステロイド不使用として処方したクリームにて、同様に効くがやめると再発するとして苦情が寄せられたこともあった。ありがとうございます。